MLB、ドジャース3対 0W ソックス、日本時間25日、シカゴ、ドジャース、大谷翔平投手は24日、日本時間25日、敵地、ホワイトソックス戦に、1番、指名打者、で出場し、3打数無安打1死球だった。9回1死3塁で疑比を放ち、日本選手最長を更新する8試合連続打点をマーク。 ナリーグ8冠を検守した。直近3戦連発で日本人初の4戦連発への挑戦となったが、198センチ左腕クロシェットに翻弄された。初回戦闘は空振り三振。3回1市は夕頃、5回2市は98.9マイル、約159.1キロのフォーシームに手が出ずに見逃し三振を喫した。 それでも7回にはサワンバンクスからストレートで支給。9回1死3塁の中義比で8試合連続打点をマークし、チームの勝利に貢献した。ここまで61得点、23本塁打、打率318、長打率626、オップス1.021、46長打、191塁打、ISO308 でリーグトップを維持。また、 打席数あたりの本塁打も13.26で最高となっている。18日から23日、同19日から24日の6試合で計24打数11安打の打率点458、4本塁打、11打点。試合前には週間最優秀選手、MVP 受賞が発表された。また、打点も58で1位のマルセルオズナガイアシュ ブレーブス、アレクボーム内野手、フィリーズの64と6本差しに迫る。12年ぶり三冠王も射程圏内だ。